スポブルレオさんとかキサキさんが出な,くな出なくなってつまらなくなりました。JFA 忖度番組はいらないです。これ僕がそう言うとね、あの、まあい、いや、スポブルのね、あの、なんか僕をブッキングしてくれてる人から、個人的にというかマネージャー通して連絡もらってて、なんかいろいろ僕分かってるから全然何とも思ってないです。<laughs> これ以上はみんなが業界呼んでくれるしかないですね。 なんで普通にスポブルを応援してるから俺は本当にあの傭兵と一緒ですから呼ばれたら助けに行くだけでそうそう呼ばれてなかったら普通に自分のこのねあれをするだけなんでそうだから普通にスポブル頑張ってっていうスポブル最高って <laughs> そ,うそうそう純粋フルスロットルでコメントしてくれる人が多いじゃんだからなんであいつ出さないんだとか出てくださいってことかそう結構いろんな複雑ないろんな事情あって番組のキャスティング決まってたりとかなんかそういうのって知らない子もいっぱいいるだろうからねそうだから多分 今の時代なんてさ、まあ僕もこの YouTube とかありますけど、それぞれがそれぞれのさ、あのー、場所を持ってるじゃん。自分のフィールドみたいな。あの番組読んでほしい、呼ばれてないとかって気にしてんのって、本当に多分一部の芸人さんとかぐらいだと思うんすよね。そうなんだ。まあまあコメンテーターとかそういうので食ってる人はそうなんだろうけど、僕の場合ね、普通にもうシュワーボとリベンジャーズとこの YouTube の配信と、あと毎週の週休学の授業とか、もう本当にできるだけ家にいたいみたいな。で、今度本作り出したいとか、まだ言えない仕事とかいろあるんですよ。 ともうぜひともあの仕事を僕にみたいな気持ちって本当にねもう1ミリもないんですよね顕微鏡で覗いても多分ないんですよなんでねあの番組出てくださいと言ってくれるのはすごい嬉しいしありがとうそういう人の応援のおかげで出れてるよって思うんだけどそういうことあっても、うん、普通に呼ばれたい呼ばれてスケジュールがなんとかできたり行くし、うん、呼ばれなかったら普通にどの番組も応援してますって感じです